はい、今回はね、地図で見つけた池の島に行っています。岩ヶ池のこの島ですね、弁財天、ここに行っています。ちょうど水がないですね、歩いていけそう。ここですね、ここに神社がありますね。ちょうどここ歩いていきますね。水がない、こっちはあるけどね。ここまで歩いて行ってみます。それでは行ってみましょう。ここから普通に行けるね。今工事してるからか水がありませんね。ちょうどいいや、行きやすいわ。まあ、なんか跡があるじゃん、水の。ほら、あそこまであったんだ、水が。でも今もっと減ってる。これ多分このまま行っちゃうとはまるんで、ちょっと固い場所を探しながら歩いていきます。足跡もあるし、足跡あるな、行ってんのかな。でもこれ絶対ハマるよな、硬いのかな。足跡があるってことは生きるよね。あ、でも無理かもしれない、無理かもしれない、無理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 だ。この辺どうかな。まあ、そうだね。一周して正面から入ってみましょう。色が違うけど、この緑になってる部分が緩いんでね、はまりやすい。こいつはそうでもないけど、特に水に近い方はすぐはまる。はい、ということでその神社までやってきました。岩ヶ池弁財天。
いいね、なんかこう竹林に囲まれてる感じがいいですね。弁財天が祀られてますね。下に倒れてるな。ロックしてる。ここは何？なんか開くのかな？お？ちょっと見てみますか。ヤモリが尻尾が切れてる。2007年か。2007年ね、10月30日。ここからなんか透けて見える感じがいいですね、祠が。はい、ということで弁天神社でした。